加藤幹事さん、加藤幹事さん、加藤幹事さんが柴犬を飼っていて、あ、そうですね、はい、加藤幹事さんからもらった藤井さんも柴犬に似てませんか、ね、顔が僕が僕が似てるから飼ってたら似てくるって言うから似ていきますからね。なんか7日はいかがでした、練習は。そうちょっと痛めしたところだったからちょっとケアして、半分くらい休み、半分くらい練習して、でも変わらずだと思います。カイちゃんちょっとその痛みが出てたとか、あ、でもそうもないんですけど、カイちゃんね、新ルールになって初めてでしたけど、そうですね、やっぱ違ったっすね、結構だいぶグワッとペース上がってね。そうなんですよね、だからあちょっとあ練習もちょっと変わるなって思って、練習メニューも、そうですね、考